シャーニングスター童話劇第7話イケメンと野獣。最高のアイドル有望株だったジンは鼻高くなってローズ魔女に呪われ野獣になりました。イリー・クンタ・ユジンも隣にいた理由で一緒に呪いを受けました。その知らせを聞いたイケメンのヒョヌは彼らが切なくって訪ねてきました。ヒョヌとジンは友達になったが、その姿が見たくないローズ魔女がまた来ました。ローズ魔女はヒョヌにも呪いをかけて野獣に作りました。それで同じ野獣同士でもっとよく過ごすようになりました。よかったでしょ。おしまい。